ラライブ3期生のうさだペコアラペコ、大変長らくお待たせしました。ついに始まります、スーパーホロライブワールド。今回はペコアラ一人ではございません。皆さん安心してください。ペコ、なんと頼もしいアシスタント、この方をお呼びしております。よろしくお願いします。はい、クソ似てねえ、今の練習してきたのに。絶対練習してないや、裏とかで全然練習してるところ見てないよ、ペコラ。いやいや、ペコラさんが来る前に3時間ぐらい早く入って、もしかしたら練習してたかもしれないじゃないですか。いやいや、さっきまでなんかちょっとお腹すいたなって、ちょっとパク一緒にパクついてたペコじゃないですか。はい、こんにちは、友人です。よろしくお願いします。今日はお願いいたします。お願いします。ね、ペコラとエイちゃんさ、はい、2人きり初めて、あの昔、なんかの曲の収録の時に、あの向かい合ってペコラさんの出入りについてったことはあるんですけど、あったってことだっけ。あったんですよ。え、ペコラだってマジで、でもはいはいって感じでした。あの初期の初期で、ね、やめてよ、はいって感じ、ね、今向こうなんじゃないペコだからね。じゃあペコラは でも、はい、青か黄色みたいな。そう、好きな色選べる、うん、そう。味は味、うん、そうだな、じゃあ適当にミルク、いちご、バナナどうしようかな。偏ってますね、うん、あ、ちょっとあのペコーラが舐めれそうなやつにしてみた。わかりました。まあでも、まあ、嬉しいですね。嬉しいよね、嬉しいペコですよね。嬉しいかな。そして、はい、じゃあなんでペコーラがここに金をかけなかったと思う。あ、他のやっぱね、なんかたくさんのスタッフさんもいますし、たくさんみんな出てますし、やっぱ大変だって。違います、そっちにかけたんじゃ。優勝したチームのためにお金をはたきました。優勝したチームはこちら。
メガネウサギ。ブルラビ A はブルラビ A。なるほど。いいじゃん、 A ちゃんの A は必ず入れて、はい、ブルラビ A でこの2人でね、うん、やっていきましょうよ。いや、ウサギメガネでいきましょう。ウサギメガネやだよ。かわいいじゃない。安直すぎて嫌べこなんですけど。いやですか。あ、そうですか。ウサギメガネってアイドルらしからんの、なんかあれって今さらアイドル名乗ろうとしてるんです。え、なんでよ。トラライブはアイドル事務所ペコですよ。アイドル事務所まだギリギリ保ってたか。え、だって A ちゃんメガネって言われて嬉しい。じゃあジャスミンを今ね飲んでおります。え、女の子やん、ジャスミンって。え、そうなんです、そういうイメージなんです。え、なんかジャスミン茶ってさ、おしゃれ、おしゃれなイメージだな。夜ご飯皆さん何なんですかね。ペコーラたちは何なんだ。あ、でもペコーラたちさっき前してたの、ね、そうですね、食べましたから。ちょっとそう、なんかお腹は空いてないペコですね。みんなも、ね、はい、食べながら見てね、はい、ゴールデンウィークを過ごしてほしいなと思います、はい、ペコーラさん、ちなみにどんなゴールデンウィークでした。ずっと家。あ、でも聞いて、はい、ペコーラゴールデンウィークは、はい、まあ、配信とかいろいろやってたんだけど、はいはい、なんかコラボのゴールデンウィークのイメージだった、うん、あー、なるほどですね。コラボ配信がすごいメインで主にあって、はいはい、まあ、今大会もそうペコだけど、うんうん、なんかいろんな人とコラボして、うんうん、なんかゴールデンウィークを楽しく過ごしてたかなって。あー、すごい。なんかそう考えると、まあ、家から出てなくても、うん、人と会った。なんか充実してますね。え、あずちゃんがさ、はいはい、家に来たペコなんだよ。そうだ、じゃあもうそれはリア充です。リア充だよね。友達としてなんか遊んだみたいな感じだよね。そうですね、いいな。そういえばやってましたね。そう、料理作って、うん、めちゃめちゃ美味しくて。あ、そう、あ、これがゴールデンウィークの正しい過ごし方。あ、えちゃん、あれ、表情曇った、うん、表情曇ったペコだけど、もしかしてあれ、いや、今日こうやってね会えてますし、これも仕事だよね、A ちゃん。あれ楽しいなあー、楽しいな。いや、でも楽しいで、実際ね。本当は、はい、それは本当です。あ、ならよかった。え、じゃああれか、他の日はあんま楽しくない仕事だった、はい、そんなことはないですちゃんとね、楽しく。誰か A ちゃんに休みあげて、はい、ホロライブの方々、 A ちゃんに休みあげて。いや、クロエさんとね、一緒に、うん、あの配信というか、もしたりして、うん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 、なんと、そこでちょっと海鮮食べちゃったりとかもしたのでね。え、いいな、海鮮。そうなんですよ。あ、なんかあれですね、結構トロメンとコラボして食べててっていうのは共通点ありますね、うん、お、幸せのものペコだけど、はい、楽しいゴールデンウィークに無理やり言ってる。いや、本当、ちょっと信じないですね。